い、よろしくお願いします。みなちんでございます。というわけで、もう少し勝ちたいシングルスというところで、今日は、バックばっかりやっぱこう狙われた時に、どういうパフォーマンスを用意しておいた方がいいかというところね、ちょっとやりたいと思います。やっぱりこうバックのクロスラリーっていうのがメインになってきて、前回はそこからストレートに、展開するところもやっておきましょうというのをやりましたけど、今日はそのクロスの中でどういう感じでこう変化を、つけていけばいいかっていうところですね、少しご紹介したいと思います。やっぱただ返すだけに、なってしまうと、難しいですし、相手にプレッシャーがかからないし、自分もねやっぱりこう目的がなくラリーをしてしまうので疲ればっかりが溜まっていくということになります。はい、練習の中でちょっとこういうところを注意しておくと、ただのクロスラリーでも、相手にちょっと変化を与えれて、相手のボールがこう弱くなってくる、そういうところを引き出せますよという感じでいきたいと思います。まずオンコートで見ていただいて、その後補足説明でいきます。ではやってみましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。ではもうちょっと勝ちたいシングルスというところで、今日も戦い方をご紹介していこうと思います。今日は、バックハンドストロークのちょっとバリエーションを増やしましょうというところをご紹介しようと思います。やっぱりバック苦手な方多いと思いますし、バックやっぱりねこう狙われることが多いですし、バックのクロスラリーメインで、ラリーが続くことが多いですので、このバリエーションを増やす感じ、ちょっとやってみます。ではまず、バックバリエーションがなくてこう狙われて困ってる感じで、ね、やりたいと思います。はい、やっぱりこうレッスンで習っているのはフラットドライブの綺麗なバックハンドですね。こう綺麗な軌道しか打てないと、どうしてもフォアほど強いボールが出ないですし、コースを散らすのも難しくなってこう狙われてしまう。でこう自分としては頑張って返しているつもりなのに、なかなかこう打開策がなくてストレートに安易に仕掛けてエラーしてしまうと、これ結構あるあるだと思います。はい、ではまず今のバックハンドに、深さの、ね、違いを付け加えてみましょう。まず相手のバック側に、同じようにこう弾ませるショットですね。しっかりスピンをかける、それからスライスで少しこう浅く刻んでいく、この2つ、やってみたいと思います。ちょっとじゃあ高く弾ませる方から。で今度はスライスですね。ちょっと短く刻むスライスいきます。はい、今のがこう高さ、それから、低いボールですね。この高低差とこの深さ浅さのところをしっかりミックスさせた、深くて高く弾むボールと浅くて、低く弾むボールですね。この組み合わせのまず揺さぶりです。それから今度ボールの外側を捉えて外に逃がすショットと、ボールの内側を捉えて、ストレートに、打って外に逃げるボール、はい、どちらもこう外に逃げる感じですけど、これを使ってみたいと思います。今みたいな感じでボールの外側を捉えたり内側を捉えたりすることでも変化をね与えることができます。こういう感じでバックハンドっていうのはやっぱり狙われやすいですので、いろんな軌道のボールをこう混ぜることによって相手にこう的を絞らせない、今のにプラスして普通のクロスのバックハンドを加えるという形でいけばいいと思います。でまずはああいう感じでこう変化をつけていくというところですね。弾ませるにはボールの下から入っていかなきゃいけないし、短いスライスを打つにはスライスショットねしっかり練習しないといけません。でそれからボールの外側内側を打つというところも、ちょっと意識して自分でバックハンドを練習するだけでもこうだいぶバリエーションが増えます。最初からねこうしっかりコントロールをするのは難しいんですけれども、自分の中でこう何か変えていこうとすることでゲームの中でもね使えるようになってきます。これはこう基本練習でやることもものすごく大事ですし、ゲームの中で使おうとすることもね同じぐらい大事です。まずゲームの中で変化をつけていこうとすることで、実際こうクローズな状況で球出し練習をする時の自分のイメージ力っていうのも上がっていきますので、バックハンドですね、こういろんな軌道を使いながらシングルスプレーできるといいと思います。はい、試しに、バックハンドに来たボールを、1球目からも弾ませたり1球目から短くやったり外に逃がしたりしながら、その1球目のバックハンド、僕のバックハンドからポイント練習みたいな感じでやってみます。
今みたいにねこう弾ますだけで、まあ相手の風もこうわざと詰まってくれてますけど、詰まらせるような、ね、ことができるようになります。はい、今のがこうスライスで低く滑らす、まあ、よくありますけど低く滑らすことで相手からすると持ち上げるだけで精一杯だなと、なったところで、こっちが回り込むというケースですね。ああいうのもしっかりと使います。はい、今のたまたま1球で決まりましたけどね、外側にこう回転をかける感じです。で、今のはすごい参考になると思うんですけど、打点にしっかりと顔を残して打つことによって相手からするとコースを読むのが難しくなります。今のでもちょっとでもね僕の意識がこう右側にこう逃がしたいなと思ってこう体を回すような感じになってしまったり、顔がちょっとでも向こうに触れるような感じになってしまうと、あそこまでこう綺麗には決まらずに次の動きに入れたと思うんですけれども、やっぱりこう打点に顔を残して打つということでこうしっかりとねコースを隠すことができますので、この大雑把な4つの変化ですけど、打つ時にいつも打点にこう顔を残す、鼻とかへそとかをしっかり打点に残す意識でやると相手からするとこうどこに打ってくるかわからないという感じになると思います。と一瞬ね、ああいう感じで相手の動きが遅れて、いいショットのやつ、まあ、今のはたまたま決まってますけど実際はこう返ってくると思いますので、そこからポイントを始めるという感じでいきましょう。おお、ナイスショー、ナイスショー、ナイスショー。はい、以上な感じでバックハンドのバリエーションをこう増やしておくと、やっぱりですね、こう相手をこう追い込むことにものすごく役に立つし、バックのクロスラリーってやっぱりこう硬直化しやすいので、そこをなんとかしてバックハンドでエースを取ってこう打開策を取るとなると難しいんですけれども、変化をつける、いろんなバリエーションをつけて相手からすると戦いにくいなと思わせることで一歩ね上のステージに進めますので、普段バックハンドを練習するときに今の変化ですね、高低差とか浅い深いとか、あと外に逃がすとか、このあたりをちょっと頭の片隅に置いて練習するとすごく実際の本番の試合で使える効果的な練習法になると思いますので、頑張ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。まずね、こう弾ませるボール、これはですね、一個こうパフォーマンスとして持っておくと、すごくいいのかなと思います。やっぱりバックの高い打点、よく質問あるんですね、バックの高い打点が打てないんですけど、どうすればいいですかっていう、ここはもうですね、全員力が入らないところでありますので、やっぱりそこにボールをこう持っていくというところものすごく大事ですし、弾ませるボールっていうのは結局上がって落ちてきて弾むわけですから、滞空時間も長いんですよね。ということは自分が戻る時間も稼げるし、ちょっと余裕も作れるというところです。はい、次回り込む余裕なんかもできるかもしれないし、早いテンポのねラリーをちょっと切ることもできるしという感じになると思いますので、まずこの弾ませるボール、ものすごくね、持っておくといいと思います。それからまあ、外に逃がすような軌道もね、あるといいのではないのかなと思います。はい、で続いてやっぱスライスでこう短く打つ、はい、これもやっぱり、ね、ものすごく、ね、効果的なんですね。はい、この短く打つスライスがあると、相手からするとなんかこうちょっと持ち上げなあかんという感じになるので、その次こう回り込みやすくなるという感じです。はい、やっぱ大きく分けてこの弾ます、それから滑らすっていうところですよね。高いところで取らす、低いところで取らすっていう練習を、しっかりしておくと、いいと思います。で、弾ますボールに関してはちょっと深めに入れると、それだけで相手のポジションをこうしっかり下げることができるので、先ほども言ったようにこう自分に時間を、もらうことができると。で、滑らすボールに関して言うと、まあ、相手に対して
低いところで、取らせるというところですね。だから相手が強いボールをこう打ちにくいというところでもあるし、まあ、自分これまで練習しとかないと、自分が打ってネットをする可能性があるんですけど、まあ練習をしてしっかりショットを作っておくと、自分からするとそのアウトのリスクがないボールを打つだけで相手が嫌がってくれるという感じがあるんですよね。こう深く打たないといけないと思うとやっぱりこうリスクがあるんだけど、浅めにスライスを入れとけばいいっていうのであると、そんなにこうリスクがない、こうシュッとやっとけば入っていくので、そういう点でもこの浅めのスライスっていうのも、一つね、練習で覚えておくといいと思います。単に普段バックハンドのクロスラリーをこう練習するときに、はい、ここものすごくポイントなんですけど、まず、バックのクロスラリーっていう練習をね、しっかりした方がいいと思います。逆クロスサイドっていうんですか、アドバンテージサイドのクロスラリーやろうか言って、やるときに、7割ぐらいフォアハンドを使ってしまうという方はやっぱりバックのクロスラリーになってないので、まあ、センター気味に立って、バックのクロスラリーをしっかりやっておくというところですね。こう縦に顔を残してしっかりクロスに飛ばす練習をする。でそれでだいぶ慣れてきたらスピンをかけて弾ますとか、スライスで短くするっていうのをこう、混ぜていくという感じでラリーができるとね、いいと思います。はい、と、まあ、相手に対して変化をつけている、いい練習になっていくというところですね。まずバックハンドを使う。でそれに慣れたら変化をつけていくというところです。まあ、ラリーの中でこう弾ませるとか、スライスで滑らせるとか、やっぱり結構ね、難しいですので、まずは、スピン多め、それからスライスを混ぜるとか、それだけでもね、いいと思います。普段あまりこう両手打ちバックでスライスを使う習慣がない人っていうのは、本番の試合だけ使えておいてもね、やっぱりなかなか難しいので、ラリー3本普通に打ったら、スライス1個混ぜるとかでもいいですし、まあ、1球ずつでもいいと思いますよ。交互にスライスと、フラットドライブ系を打つとかでもいいと思います。その何とも言えないそのラリーの中でのギアチェンジっていうのを体に覚え込ませておく、ものすごく大事だと思います。はい、逆に言うと、それが自分が難しいと感じるということは、相手からするとね、あの人はこうスライスないなとか、そういう感じで見抜かれてしまう、面でもありますので、やっぱりこういろんなボールを使いこなせるように練習をしておく、これものすごくね大事だと思います。はい、バックのクロスラリーっていうのはやっぱりこう一番弱点になりやすいところ、一番こう硬直化しやすいラリーがねところであって、まあここからうまく変化をつけれるっていうところがシングルス勝つ上では結構ポイントに最初ねなってきます。はい、まあこれ上級者の上級者の上級者とかになってくるとそれほどでもないかもしれないんですけども、やっぱりこのバック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 こうね、永遠に続くところから、どういう感じでこう変化をつけていくのか、ただ返すだけのバックハンドではなくてクロスラリーでも変化をつけていって、でその後ストレートにしっかり変化をつけていってこう展開ができるというところですね。はい、バックハンドでもしっかりこう展開ができるようになってくると、また、さらにね一歩上の世界が見えてきて、はい、勝利につながると思いますので、この弾ますとか滑らすとかバックのクロスラリーですね、ぜひコートで試してみてください。